XFS はシリコングラフィックスが同社のIRIXオペレーティングシステムのために開発した高性能ジャーナリングファイルシステムである。XFS はUnixシステムで最古のジャーナリングファイルシステムの一つであり、成熟し安定し、コードはよくデバッグされている。XFS の開発はシリコングラフィックスにより1993年に開始され、翌年IRIX 5.3 において初めて搭載された。XFS は2000年5月に GPL で公開されるとともに Linux への移植が開始され、2001から2002年頃にはサポートするディストリビューションが現れた。レッドハットエンタープライズ Linux ではバージョン 5.4 以降、スケーラブルファイルシステムアドオンという名前で XFS の有償サポートを行っていたが、DIL7 ではブートを含めた標準ファイルシステムとして、XFS を採用した。XFS は2002年に開発版メインラインである Linux 2.5 カーネルに、次いで2004年に安定版メインラインである 2.4 カーネルにマージされた。ほとんどすべての Linux システムにおいて利用可能で、SUSE、Gentoo、Mandriva、Slackware、KateOS、Zenwalk、Ubuntu、Debian、Fedora、Arch Linux の各ディストリビューションで、XFS の利用を選択することができる。FreeBSD では2005年12月から読み込みのみのサポートを開始し、2006年6月には FreeBSD-7.0 カレントにおいて実験的書き込みが可能となった。XFS はファイルシステムの先頭ブロックをスーパーブロックとして使っており、ブートローダーを先頭ブロックにインストールすることはできない。これはIRIX との互換性のためであり、変更の予定はないとしている。XFS は64ビットのジャーナリングファイルシステムであり、ファイルシステムの整合性が保証されている。ファイルシステムサイズは最大で 8EiB であるが、通常ホストオペレーティングシステムの使用によりそれよりも少ない容量に制限される。例えば32ビット Linux においては最大16TiBである。XFS はファイルシステムメタデータをジャーナリングする。つまり、ファイルシステムへの変更が発生した際は、直列化されたジャーナルに書き込まれた後に、ZIP ロックの更新が行われる。ジャーナルは通常のディスク操作では読み込まれることのないディスク領域にリングバッファとして確保される。ジャーナルはファイルシステムのデータ部に置くこともできれば、ディスク操作の競合を避けるために、別個のデバイス上に置くこともできる。XFS のジャーナルは、ファイルシステム操作が高水準に表現された論理的なエントリからなる。それに対して、他のファイルシステムのジャーナルでは、トランザクション中で変更される、ブロックのコピーをそのまま保持した物理的なエントリからなる。ジャーナルの更新は、性能の低下を避けるために非同期的に行われる。システムクラッシュが起きると、ジャーナルを利用することで、クラッシュの直前の操作を再実行することができ、これにより XFS ファイルシステムの整合性は保たれる。この再実行による復旧は、ファイルシステムのマウント時に自動的に行われ、それに要する時間は、ファイルシステムのサイズに依存しない。クラッシュに際し、未書き込みのデータブロックが、ジャーナル上に残っている場合には、復旧時に、0で置換されて書き込まれる。これはセキュリティ上の問題を回避するためである。XFS ファイルシステムは内部的に複数のアロケーショングループに分割することが可能である。アロケーショングループとは等しいサイズの連続的なディスク領域である。一つのファイルやディレクトリは複数のアロケーショングループにまたがって存在することが可能である。それぞれのアロケーショングループが固有のので空間と固有の空き領域を持つことで拡張性と並列処理性が生み出される。この特性によりメタデータの更新も並列に行うことができ、マルチプロセッサシステムやマルチコアシステムにおいて IO 性能を向上させることができる。ファイルシステムが複数の物理デバイスに渡るときにこの強みは発揮され、すべての物理ストレージの性能が最大限発揮される。RAID アレイ上に XFS ファイルシステムを作成するときには、ストライプ単位を RAID アレイのストライプ単位と一致させることにより、スループットを最大化することができる。XFS では、ファイルデータを格納するブロックは、エクステントと呼ばれる構造により管理される。個々のエクステントがポイントするブロック数は、可変で、一つあるいは、複数の連続したブロックを指し示すことができる。あるファイルに使われているブロックを単純に列挙して保持するファイルシステムに比べスペースを大きく削減できる。他の多くのファイルシステムではブロックのアロケーションのために一つあるいは複数のビットマップを使用しているが XFS ではこれらビットマップはエクステントを利用した1体の B 木による管理構造に置き換えられている。その B 木の体のうち片方の木は利用できるエクステントの長さを管理し、他方はエクステントの開始ブロックを記録している。このデュアルインデックス構造により、種々のファイルシステム操作の中で効率高く、利用可能なエクステントを探索することが可能となっている。ファイルシステムのブロックサイズは、アロケーションの最小単位のサイズである。XFS では、ブロックサイズは512バイトから64キロバイトまで可変であり、用途に合わせてファイルシステムの作成時に指定できる。小さなサイズのファイルを多数個使うのならば、ブロックサイズを小さくすれば利用可能な容量が大きくなるし、主に大きなサイズのファイルしか扱わないのであれば、ブロックサイズを大きくすることで読み書き性能が向上する。XFS はファイルアロケーションに遅延書き込みの技術を用いている。バッファーキャッシュにファイルが書き込まれると、すぐにエクステントをアロケートするのではなく、記録に必要な数のブロックを予約するに止める。実際にエクステントがアロケートされるのはディスクにフラッシュされる時である。これにより、ファイルがなるべく連続したブロックに書き込まれるようにし、フラグメンテーションを減少させ、性能を向上させている。XFS では、64ビットのスパースなアドレス空間が各ファイルごとに利用可能で、すなわち極めて大きいサイズのファイルを扱うと同時にファイル中に実ディスクスペースの割り当てのない穴を持たせることができる。XFS はファイルのデータブロックの管理に可変調のエクステントを用いるため、ファイルアロケーションマップのサイズは小さく保持できる。アロケーションマップのサイズが一つのイノデに収まりきらなくなった場合でも、そのアロケーションマップは B 木上に移される。以上により64ビットの広大な空間であっても迅速にアクセスすることが可能となっている。XFS は拡張属性として複数のデータストリームを一つのファイルに格納することができる。これにより複数のネーム、バリューの単位を一つのファイルに付け加えることができる。ネームは最大で256バイトのヌル集単文字列で、バリューは最大で64キロバイトのバイナリデータである。さらに、ルートとユーザーの2つの名前空間に分けて記録できる。ルート名前空間に記録された属性は、スーパーユーザーのみが変更可能であり、ユーザー名前空間の属性は、そのファイルの書き込みパーミッションを持つユーザーのみが変更できる。この拡張属性は、シンボリックリンクやデバイスノード、ディレクトリなど、あらゆる種類の XFS のイノデに付加することが可能である。アトルツールを使用してコマンドラインから操作することができる。ZFS タンプ、ZFS レストアツールは拡張属性をサポートしており、拡張属性も合わせてバックアップ、リストアされる。他の多くのバックアップツールは XFS 拡張属性に対応していないものが多い。高いディスクスループットが必要なアプリケーションのために、キャッシュされない入出力をユーザ空間で可能にするダイレクト I/O が提供される。ファイルデータは、ドマによりアプリケーションのバッファからディスクに直接転送されるため、ディスクデバイスの I/O 帯域をそのまま利用できる。XFS は保証された帯域幅でのファイル入出力を可能にする API を提供する。XFS は接続されているストレージデバイスの利用可能な帯域幅を動的に計算し、要求された性能に見合った帯域幅を確保する。これは現在、XFS のみが持つ機能である。帯域保証にはハードとソフトの2種類があり、帯域保証の確実性とIO性能のトレードオフにより使い分けることができる。ただし、ハードは、その XFS ファイルシステムが存在するディスクサブシステムがそれをサポートするときのみ利用可能である。この帯域保証の機能は、ビデオストリーミングのようなリアルタイムアプリケーションでよく用いられる。XFS は階層型ストレージ管理をサポートするためのドマッピーインターフェースを実装している。この機能は Linux 上で実装されているものの、主なカーネルソースには組み入れられていない。XFS はスナップショットを取るための機能そのものは提供しておらず、OS 等のボリュームマネージャにより用意されることが想定されている。そのようなボリュームマネージャにより、スナップショットを取るための補助機能として、XFS は XFS フリーズによりファイルシステムの凍結機能を提供している。なお、2.6K の Linux では、スナップショット作成に XFS フリーズは不要である。XFS は可変調のエクステントを利用し、遅延アロケーションをするために断片化に対してもともと高い耐性を持つが、XFS には独自のデフラグツールが用意されている。これはマウントされていてアクティブなファイルシステムをデフラグすることができる。XFS には XFS グロフスというオンラインリサイズのためのツールがある。その XFS ファイルシステムが存在するディスク上に未使用のスペースがある場合にはファイルシステムサイズを拡張することができる。この機能は通常ボリュームマネージャと組み合わせて用いられる。バックアップのために ZFS タンプと ZFS レストアというツールが XFS では利用できる。ZFS タンプは XFS ファイルシステムをINOで順を保持したままバックアップすることができる。Unix の他のファイルシステムではバックアップ前にマウントを解除することが必要となることがほとんどであるが、ZFS タンプを用いる XFS ファイルシステムのバックアップを使用中に取ることができる。さらにこれらツールを用いたバックアップとリストアは、それぞれ実行中に一時中断したり再開したりすることが自在に可能である。また、ZFS タンプは複数スレッドを使って実行することが可能で、複数のストリームに分割しつつ高速にバックアップを取得できる。その場合、各ストリームは異なるメディアに書き込むこともできる。x86 マシンの Linux で使用する場合、PBR 等と呼ばれるレガシーなブートシーケンスに使用されるパーティションの先頭セクタを XFS は使用しているため、ブート可能パーティションにできない。この仕様は IRIX との互換性の維持のため変更されない。削除されたファイルの復元はほぼ不可能である。Linux での実装では、異なる CPU アーキテクチャ間で、ジャーナリング最適化のために、互換性の問題が発生する。しかしこの問題は、異なるアーキテクチャでマウントする前に、XFS リペアを実行し、ジャーナルを消去することで、回避可能である。XFS は、メタデータをジャーナリングする。これは、電源コードを不意に抜いても、再起動後には整合性のある状態に復元することを意味する。これは何も表示されなくなるよりは良い。しかし、XFS はデータの変更については、ジャーナルしないから電源コードを抜いた時にデータを失う可能性はある。この点については、XFS だけではなく、他のファイルシステムについても同じであり、メタデータのみのジャーナリングはアクセス速度と安全性のバランスの取れた、優れた妥協点であるからである。XFS は、遅延書き込み最適化と、データとメタデータのディスク書き込み順序の点については、SUSE の解釈に甘さがある。同様に、X と3やデータ=オーダードモードのレーサーフズで、動作する操作が、データ破壊を引き起こす場合がある。Echo オリジナルデータヒアデータ。Echo ニューデータゴーズヒアデータニュー。MV データ、ニューデータ、クラッシュ。この3つの操作が実行された直後に、クラッシュや電源が落ちたりすると、ファイルがランダムデータやヌルコードに置き換わったりする可能性がある。なお、バグレポートイン Ubuntu とポスティングフロム AXFS デベロッパーオン Linux XFS にこの点に関する反対意見がある。ディレクトリエントリの作成と削除は他のファイルシステムに比べて遅いという指摘がある。詳細については以下を参照。ファイルシステムパフォーマンスツイーキング with XFS on Linux。この問題を解決するため、メタデータジャーナルにも遅延書き込み技術が適用され、バージョン 3.12 以降の Linux カーネルで標準となった。詳細については及びカーネルドキュメントのファイルシステムズ XFS ディレイドラギングデザイン TXT を参照。ソリナックスが登場した当初、XFS で使用すると性能劣化を引き起こすことが取り沙汰された。これは XFS の拡張属性がイノで内に収められる場合は追加のディスク I/O がいらないため高速だが、そうでない場合はイノで外に個別のブロックを割り当てるために拡張属性の参照に通常のデータと同じだけのディスク I/O を伴うという特性に対してソリナックスが使用する拡張属性がイノで内に収められないサイズであったために起きた。このこと自体はイノでに収めきれない拡張属性すべてに起こるもので、ソリナックス固有のものではないが、多くのファイルが拡張属性を付加されている至るところで暗黙的に読み出されることという事情があり、性能劣化を引き起こした。この問題は、アトル2と呼ばれる新しい拡張属性の格納ポリシーを使用する、イノでの大きさをデフォルトより大きくするのいずれかの行動を取ることで回避できる。ズフスプロックスバージョン 2.7 以降では、アトル2の仕様がデフォルトになっており、問題回避のための対処を行う必要はない。ありがとうございます。